毎度おなじみ、流浪の釣りチャンネル、電池はフィッシングチャンネルでございます。はい、このリール、ティールウォークのワイドバサルでございます。非常にね、コスパの良いリールなんですね。そんな高くないのにですね、非常に、優れた性能を持っているリールなんでございますが、しかもですよ、これあれですよ、なんとこう、ね、ドラゴまでついてるんですよ。これが1万数千で買えちゃうっていう、非常にびっくりするような感じなんですね。スプールの方も結構40ミリ弱ぐらいあってですね、非常にでかい。ビッグベイトとかですね、サーフでこう大きなものを投げたりする時の練習とかにね、非常に使える感じですね。私はまあ、その、投げる練習とですね、あとはバーチカルな、船で釣るようなジギングとかでね、そういった時にちょっと使おうかなと思って、揃えたやつなんですけどもね。ブレーキの方もあれですよ。ちゃんとこう、ブレーキがついててですね、キャスティングもできると。非常にこう、いいリールなんですよ。で、この前ね、分解したんですよね。したらですよ、ちょっとね、ベアリングであるべきところがベアリングじゃなかったんですよ。そこがちょっとね、違和感を感じたので、今日はそこをね、直してというか、まあ見てですね、必要であれば、交換していくような、作業にしたいと思っております。はい。それでは、レッツゴー。じゃあ、はい。いつもの、これですね。トレーに、これですね。じゃあ、まず、ドライバーの方から外れていきます。これ、スイスツールのやつですね。これ、非常によろしいですから。これ、いいですね。で、ハンドルの方を外していきます。もうね、ベイトの、リールは、そんなに構造が難しくないですから、慣れてしまえば、ちょちょいのちょいで、バランスこうと思っていきますんでね。はい。じゃあ、直していきます。取っていきますよ。わかんなかったら、ちょっと取った順番に並べていけばいいと思います。はい。はい、と。で、ハンドルの大きさも違います。トラングクリッカーですね。まあ、ここのね、ワッシャーの位置とかね、あれが結構、順番ありますよとか言うんで、まあ、この辺も展開図見ながら、やるなり、写真撮るなりしてやれば、特に問題ないですね。はい、じゃあ、ここまで来たら、ネジを取っていきます。よいしょ。で、トレーがあるとね、こんな感じで、部品がね、ネジとかパーツがなくなっていかないんでですね、非常によろしいかと思いますね。はい、よいしょ。4本ですね。ネジの大きさは一緒。で、OK ですね。はい。ここまで来れば OK でございます。取るだけですね。蓋をパカッと取ります。はい。問題ないですね。で、ベアリング。これね、クラッチまでね、取れてきちゃうんですよ。普通ここにね、がっしりはまってね、出てこないんですけども、これね、スポットに取れちゃうんですよね。こんな感じで。これね、向きあるんで、ね、ワンウェイクラッチって言って、こう、こっちには回るんだけど、こっちには回らないようになってるんで、これ、向き、間違わないようにしてくださいね。はい。で、これ、はい。で、これ、で、これ取ろうかな。よいしょ。で、でこれ取った、何取ったかっていうと、まとめて取れないんですよ。で、ここにドラッグクリッカー、こう、機構がこう、あるんですけど、上にね、ゴムでこう、押さえしてるんですよ。これがあるんでね、まとめてズボってやると、こう、ゴム傷ついちゃうんで、段階的に取るような感じにしたいと思ってます。はい。ここまで来れば、もうあとは、はい。これも取って、はい。で、これですね。よいしょ。はい。で、これね、ついてるんですよ。これ。これ。逆に動かないように。なるやつですね。大きなリールにはよくついてるんですけども。
こういうのついてますね。はい。取ります。よいしょ。で、これね、取って、次、これですね。これですね。これね、これ外れますから。よし、取れますんで、これも取っていきます。はい。で、違和感のあるところが、こいつなんですよ。これ。これ。これ。ほら、なんかね、なんかね、ほら、動くでしょ？動くんですよ。まあ、動いていいのかなと思うんですけど、これね、で、展開図を見ますと、この下にね、ベアリングがついてるはずなんですよ。ベアリングが。ついてるはずなんですよ。ここですね、ここ。ここにね、ベアリングがついてるはずなんですよね。でもね、よく見てください。ご覧ください。これね、どう見てもこれ、メタルのプッシュなんですよ。これ。ちょっとこれ外してみますね。よいしょ。こんな感じで取れたんですけども、はい、これ。これ。ベアリングじゃないですよね。これ。これとはね、これ、どう見てもこう、プラスのカラーですよね。これが入ってるんですよ。ね、なんかね、しかもなんかこう、グラ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 してて、あんまりこう、調子良くなかったんで、これをですね、ベアリングにしたいと思います。はい。で、寸法の方なんですけど、9の内径が9の5の厚みが3ですね。9の5の厚みが3。この方、このベアリングを用意します。ということで用意しました。はい。これでございます。はい。これですね。これ。3。MR95ZZ 5mm、9mm、3mm ってやつですね。これでございます。はい。これをつけていきます。じゃあね、これ、これ買ったばっかりのやつなんで、これにね、一回脱脂してから、オイルですね。オイルっていうか、ベアリングにグリスを入れていきます。一回。これね、本当は、あれすればいいんですけども、ちょっとこちら、これ、パークリ拭きますので、ね。で、今、上から、パークリ拭いてきましたね。はい。ビヨーンと、きれいに回ります。じゃあ、これに、グリスの方を入れていきたいと思います。使うグリスは、これですね。シマノのシップゼロ。これ使います。これ使っときゃ、特に問題ないでしょ。いずれにせよね。はい。なんで、これを、また、このベアリングに、ベアリングに、なんでしょうな。つける。くんですね。これにですね。刺して。はい。これ乗っけて。で、この上から、グリスを入れると。でね、これ洗浄とかにも使えるんですけど、基本的に私、洗浄して入れると、また一回グリスとつけなきゃいけなくなるんで、ちょっともったいないんで、洗うのは洗うやつ、グリスつけるやつはグリスつけるやつってことで、グリスもったいないんでね、同じものを使ってます。洗浄しないで、専用にしておりますね。これ専用とか。してます。はい、でこれでニュッと
にゅっと入れると、はい、すっかり、ベアリングがベアリングに入りましたね。うわネロネロでございます。中の方までもったいねえよな、この脇ついたやつもったいないですよね、いつも思うんですけど。ですね、はい、じゃあこれ閉まっておきますね、よいしょ、はい、一生ほいとこれですね、はい、たっぷりとグリスが入りましたね。 OK でございます。元に戻していきます。といってもまあこれにこうつけるだけなんですけどもね、ピコッとつけてイーリングつければ OK と。おっとその前に、危ない危ない、これですね、方向もあるのでこうつけて、この方向かな、こうなってこっちですね、こうこうでございますね。でペアリング付けのイーリングですね。カチッとなと付ける感じです。はい、こんな感じ。はい、でこれをあれですね、ここにつけるんですけど、こんな感じか、はい、こんな感じでございますね。うん、パペアリング、はい、つきました。これカラーじゃなくてね、つきました。こんな感じでございます。ちょっとじゃあ一回ネジ止めていきますね、はい、まあ、先日ね開けたばっかりなので特に問題はないですね。で今回は私はすごくこうネロネロした青い、グリスの方を塗っておりますね。海水対応のやつですね、こちらの方塗ります。もうすぐ船でジギングに行くんで、あまりねこうスカスカのやつ巻いちゃうと塗っちゃうとあれですんでね、すぐ悪くなっちゃうんで、せっかくなんでね、結構強いやつを塗っております、はい、ほらなんとなくね全然収まり良くなりましたよね。収まりいいですよね、結構、うん、ガチャガチャしてないです、ね、いい感じだと思います。はい、じゃあ戻していきますね。でこれですね、最後まで入るんで、よいしょ、うん、ここまで最後まで入れます。で次にこれか、で次にこれ、これですね、クラッチが返っていかないようにする機構ですね。よいしょ、これで戻っていかないようにする機構ですね、これ。はい、で次にこれ、こっちがある方が上、よいしょ、
次に、ギアですね。これまとめて抜いたんで、まとめて入れちゃう。いや、取れちゃった。で、これ穴あるでしょ。これがさっきのところにスポッと入るようにしますね。で、ドラムワッシャー。まあ、案外スポット入ってくれないですね。よいしょ。入れます。ドラム入れます。はい、入れます。ドラム入れます。で、これですね。カチカチ鳴る機構ですね。よいしょ。よいしょ。これ。ここにスポット入る感じ。よいしょ。おいっと。で、ゴム。ゴムですね。これで上がってこないようにする。よいしょ。ゴム。よいしょ。最後まで入れて、これを入れると。最後ね。ほい。来た。で、次にこれ。こっちですね。これ、よいしょ。こっちじゃね。こうか。うん。で、これ案外めんどくさいんだよね。ここ入れるので、こうして、こうして。こうですね。こうですね。で、ここにバネ入るんで、バネ。バネバネですね。バネバネ。はい。で、刺します。おい。刺します。で、これ、クラッチ。こうですね。こうは回るけど、こうは回る。ちゃんちゃん、ん?待って待って待って。そうですね。こうは回るけど、こうは回るけど、こうも、こうは回るけど、はい、そうですね。うん、ちゃんちゃんちゃん。そうですね。こうは回るけど、反対に回らない。これでいいですね。はい。で、ここまで来たら、蓋をしますと。問題ないね。問題ないね。よいしょ。ここで一回。こっちには回るけど、こっちには回らない。これでクラッチの方向は OK ですね。はい。はい、で、次、最後っていうわけじゃないですか。ベアリング入れてきますね。ここは。ベアリングは、ワッシャー、ベアリングワッシャーなはずだな。基本そうですよね。一応確認しますか。はい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 、はい。あ、違う。ベアリング、ワッシャーワッシャーか。ベアリング。110? 違う。ベアリング、ベアリング、ワッシャー、ワッシャー。あ、ベアリング、ワッシャー、ワッシャーですか。ベアリング、ワッシャー、ワッシャー。はいはい。ワッシャーでドラグのやつね。はい。
ネジ締めていきますね。よいしょ。よいしょ。こういうのもね、あれなんですよ。タイヤ交換と一緒で、いきなり、こう、ギュッギュッって締めるんじゃなくて、分散させて、バランス取りながら、総合的に締めていく感じがいいと思いますよ。はい。どうしてもね、一箇所だけからやっちゃうと、バランスとか崩れたりとかするんで、ちょっと様子見ながら、じわりじわりと締めるのが、いいと思いますね。まあでもね、こういうのはトルク管理とかあんまりないんで、そこまでシビアじゃないのかもわかんないですけども。はいはい。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 で、これはシャツつけて、ハンドルつけると。ほいと。これね、ちゃんと手でいいとこまで締めてあげてから工具を使わないとね、噛んじゃうんですよ。あのネジ山壊せとかするんで、ちょっと慎重にやった方がいいですね。よいしょ、OK ですね。巻き感を変わったかってば、そうでもない感じですけども、なんか気分はいいですね。気分はいい感じですね。お、なんか関係ないとは思うんですけど、なんかいい感じですね。剛性が上がったような。強い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 な。強いね。おおおおおお。ここが当たってるだけなんで。お、なんかシャキッとした感じがしますね。気のせいかもしれないですけども。いい感じだと思いますよ。はい。これで結構いいかな。うん。いいんじゃないでしょうか。はい。
いいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで。というわけで、はい、というわけで今回はあれですね、ちょっとカラーだったやつをベアリングに交換してみたということでございます。まあ普通はね、ここベアリングであってしかるべきだと思うんですけどね、なぜかブッシュ入ってましたんでね、皆さんお手持ちのマイドバサル、なんか俺のどうかなと思ったら一応開けてみてみたいと思いますね。最後にもう一回言いますけども、ベアリングは5ミリ、9ミリ、3ミリ、593のやつを買えばいいところです。ごめんなさい。はい。でもね、あれですよ、ウェブの展開図見ると、ここはベアリングって書いてるんですけどもね、なんとも、不思議な現象でございますが。はい。ということで、今回はベアリングを、カラーをですね、ベアリングにしてみたということでございました。ね、調子も良くなりましたし、これで気持ちよくジギングしていきたいと思います。それでは、皆さん、また。Short shorts. She wears short shorts.